トラチューアルテペトルは、メキシコのプエーブラ州サンアンドレスチョルラにある、階段ピラミッドである。チョルーラの大ピラミッドとも称される。さきコロンブス期の新大陸において、使われた建築素材の量という点で最大の建築物である。トラチューアルテペトルという名称は、ナワトル語で、人工の山を意味する。ピラミッドの高さは55メートルで、底辺は450メートルにも及ぶ。 ピラミッド内にある神殿には、アステカ文明の神であるケツアルコアトルの壁画が残されている。大ピラミッドは、形成期後期に建設が始まり、その後何度も拡大、改築を重ねてきたが、4段階にわたって大きな改築があったことが知られている。トルテカチチメカは、大ピラミッドを放棄し、その北西隣を新たな祭祀の中心とした。ここに、 ケツァルコアトルのピラミッドが建設された。この神殿は現存しないが、文献によれば、テノチティトランのテンプルマヨールよりも大きかったという。この新たな祭祀場を建設するために、放棄された大ピラミッドのファサードが素材として、再利用された可能性がある。16世紀に、スペインのコンキスタドールであるエルナンコルテスがチョルーラを訪れた時、大ピラミッドはすでに放棄され、その上に、 雨の神であるチコナウキア・ウィトルの神殿が建っていたと、される。コルテスラのスペイン人は彼らを歓迎した、チョルーラの貴族たちを虐殺した。ケツアル・コアトルのピラミッドは破壊され、スペイン人はその後に、サン・ガブリエル教会を建設した。大ピラミッドの上には、レメディオスの聖母教会を建設した。五個天気のチョルーラは、ケツアル・コアトル信仰の中心地だった。 現在も重要な巡礼地であり続け、大ピラミッドの頂の教会で開催される、毎年の祭りには35万人が訪問する。ありがとうございます。